しょ。よいしょ。これはアルジェリアのティンギタナですね。ティンギタナでセウタっていうんでしょうかね、のインフォメーションがついた個体のオスですね。まあ、アダルトでペアで入れたんですけど、なかなか増えてくれないですね。餌食いはもうピンセットから何でも大体食べますね。ちょっと顔見せてますけど、感じでさあやってます。これ後でまたシェルターはぐって全体見せるんでちょっとお待ちください。で次がメスですね。まあ、ちょっとだいぶこのメスお腹がパンパンなんで、一応水場用意してるんですけど、まあ一応別に水を場を用意してちょっと多めに、万が一に備えて多めに水場を設置してます。じゃんと、こんな感じでお腹がパンパン状態ですね。うん。ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、このティンギタナの、まあ、おそらく、北側の方のティンギタナなんで、まあ、幼体で産むタイプですね。まあ、モイ君も同じやつ持ってて、幼体で産んでるんで、まあ、産むとしたら、幼体を産んでくれると思ってるんですけど、まあ、かれこれ、去年、一昨年と、まあ、無精卵、ほぼ無精卵で全くダメですね。もう今もうこんなお腹膨れてるんですけど、また中は無精卵じゃないかと思ってしまうとちょっと悲しいですけど、エキゾ病院行ってレントゲンでも撮ってこようかななんて思った時もあったんですけど、レントゲン撮ってね、中身は丸っこい影しか映ってなかったら無精卵ってことなんで、まあ、それも寂しいのでやめておきました。よいしょ。あ、まあこちらも一応秋に来月か以降ペアリングする予定なので、餌もいつもより余計に2匹ぐらいずつやってますね。まあオスの方がちょっと冷凍イエコとハニーワームしか食べないんで、今日はハニーワームじゃなくて冷凍イエコ2匹ですね。今日はズラント、まあオスなんで非常にスリムです。もう体型がメスと全然違いますよね。
まあティンギタナは、まあ最近でちょっとショップに出回ってることは出回りましたけども、またパタッと来てないし、まあ、アルジェリア自体もほぼかかっちゃってるんで、なかなか来ない種だと思いますけども、うん、もう皮膚病のトラブルも今んとこ一回もないですし、順調ですね。あと増えてくれればもう言うことなしなんですけど、今日も一応バッチリ餌食べてくれたんでよかったです。メスの方は人工飼料も食べるんで、けどさっきちょっと冷凍エコの反応が悪かったから今日食べないかもしれないですね。ああ、今日はちょっと食べないみたいです。まあしょうがないですね、一匹は食べてくれたんで。まあいい方向に考えて、まあ出産前でちょっとナーバスになってるのかなって思えば思っときます。うん、だいぶお腹でかいでしょう。ほんとね、これで期待せざるを得ないですよね。ほんと、まあファイヤーの場合はね、もう何回も赤パンパンでももう幾度となく騙されてるんで、まあ、出てくるまでと分かんないですよ。お腹ぺしゃんこでも急に出てくる時もあるし、うん、読めないですよね本当に。